はい、今日はまた大村崎の近くのバタフライガーデンのこの子藤バカマとヒヨドリバナっていうアサギマダラが好きな植物の植え替えをみんなでしてます。この植物は植え替えないとちょっとねちゃんと花が咲かないんで、ちょっとこう植え替えをしてあげる作業を今から今日はやっていきます。みんなに会えたのが嬉しいって、なんか多めに株どんどん置いていくって、はい、違う、こんなアホなやり取り流したらあかんの。早送りしますよ。始まってくらい、ちょっともしバラバラしたらあかんから、ちょっとかけとくぞ。いや、あのペースの俺出すと思ってなかったから。なあ、言うててよ、この間。ええとこ、月に1回出すとさ、ええとこやろなと思って。他にペンで出すの？とんでもないペースで出すと思うな。宮武さん毎回コメントくれてます。せやな、全部にコメントくれてます。せやな。いや、フェイスブックもやで、俺ら使ってまめにほとんどあれ座ってんねやろな。あれはすごいなと思う。でもちょっと間違ってましたけど、今回うまくまとまってませんとか言う。すごいよな、からビッグコメント。いや、めっちゃありがたいんですよ。ミス指摘してほしいんで。ミス指摘ならバカしてるやん。指摘してほしいんで、本当に。そうじゃないと間違ったこと発言したら、いや、確かに、まあ、バックにそういうのがいるって言ったら、あれ心強い。じゃあ全部掘り起こせたんで、次は耕して、植え替える作業をこれからしていきます。暑いよ、みんなよ、3枚ぐらい着てんじゃん。乾燥でになるわ。ちょっと汗かいてきますね。風邪ひくからね。ちょっと休憩時間に入ります。はい、じゃあ次は耕して肥料とか石灰とかそういう養分を土の中に入れ込んで、その後、花を植えるっていう風にやっていきます。どこの人間やろ。あ、こっちでいいの、ごめん。あ、ほんなもっとやるわ。あ、こっちから落とすよ。いやいや、また昔のマルチだ。
開けとくのもったいないですね。植えますね、これを全部こう一段変えるだけで全部全部植えるのね。はい、とりあえずその石灰を入れて、うん、あ、この畝を2つの石灰になって、はい、これをこう一つずらしてそこを開くけどさ、まあ作業スペースもないやろと思って、あ、そう思って。もう半分ぐらいでこう、この蓋を抜いて全部使ってもらう。あ、そんな感じですか。ぐらいの勢いで。どっから植えてあげたいな。50秒落ち着きださい。あそことかでもね、ずらーっと並べるだけでもいいと思うんですけどね。でもどうせあかんか、植え替えなダメやから、そのことも考えちゃうね。でも捨てちゃうんですか。いや、他に選択肢がある。選択肢がある。まあ、持って帰って植えるとかいうのは持って帰れる数に限りがあるじゃん。アパートなの、うん、そうか。でもそれでも結局来年だとまた倍に増えるから。そう、いらないんです。だからいいやつだけ優先して植えて、余ったやつはもう捨てちゃうっていう。そのやつだけ植えて、その方がこの子たちにとってもいいんです。密集して植えるよ。ちょっとやばいね。はい、ちょっとやばそう。じゃあちょっとお昼休憩に入ります。はい、午後からのブルースタートしてます。耕したところに石灰や肥料を入れて植え替えて土をきれいにしてから、また、取り出した藤バカも戻してあげるっていう作業をしています。これも、今年ね、またアサギマダラとかいろんな蝶々や昆虫が来てくれるために花を育ててるというわけです。はい、じゃあ引き続き作業していきます。治りました。治りました。何ですか？トイレ。あ、治りました。はい。大事じゃない。大事ですね。非常に困ります。はい、藤バカマの植え替えが完了しました。はい、こんな感じですね。ちょっとあまりにも多くはびこってたんで数を減らして、それぞれがいい状態になるようにしました。こんな感じです。はい、じゃーん。はい、で改めてこの藤バカマっていうのは、
アサギマダラが集まる花で有名なんですけど、ここも毎年ねよくアサギマダラが来てくれて写真撮影とかもね来るような場所なんですけど、今年もアサギマダラや赤タテハとかいろんな蝶々が集まる花なんで、これで元気に花が咲いてくれて、花も元気に蝶々も喜ぶ人も喜ぶっていうようなねバタフライガーデンのこの一節になってます。はい、じゃあまたねそのこれがちゃんと花が咲いてその蝶々が舞う頃にまた動画を撮りたいと思います。はい、では次回また蝶々の話でお会いしましょう。さよなら。はい、後撮りになるんですけど、これが大紫の幼虫を守るための網掛けです。大紫は冬の間幼虫で冬を過ごします。その幼虫をここで飼育するんですけど、その天敵から食べられないように網をかけますと。でこれがもう第3弾の網掛け作業です。今日はね5人で作業するんで、あっという間にねもう網掛けかかってしまいました。またその動画もちょっとこの後載せるんで見ていただけたら嬉しいです。はい、ということで、天敵から守るための大紫の飼育のをする食草の木、えのきの網掛け作業です。ではご覧ください。ただの後ろが赤の後ろが、うん、はい、えのき網掛け完成しました。やっぱりね仲間で5人でやればもうあっという間ですね。いつもの3分の1ぐらいの時間でできちゃいました。はい、ここにも大紫の幼虫を入れて、そして天敵から身を守り、かつアブラムシが発生するんで、えのきはたアブラムシが発生するんでその対策でテントウムシを入れたり、鳥が入ってないか確認したりっていう、これからチェックする日々が始まります。はい、大紫戦闘飼育今年も成功するために頑張るんで、またね次回の動画も楽しみに見ていただけたら嬉しいです。はい、ということで、大紫の幼虫を守るための網掛け作業でした。ではまた次回蝶々の話でお会いしましょう。さよなら。